はい。おはようございます。こんにちは。こんばんは。かえでさんちゅへようこそ。はい。お元気でしょうか。えー、自分がね、知ってる芸人さんが、まあ、お亡くなりになるのっていうのは結構ショックっすよね、まあ。志村けんさんだったりだとか、いかりやちょうすけさんだったりとかもそうだし、あの、若くして亡くなる方もいらっしゃいますよね。ほんとに40代ぐらいで、 この人が亡くなったのっていうね、ショックがあって、ちょっと引きずる。<laughs> うん。でも結構、その、志村さんとか、ね、そういう方、有名な方だと、まあ、今までのね、功績みたいなのを、特番みたいな感じで出すことが多いと思うんですけど、うん。 知られてるけど、そんな特番にするほど、ね、有名かと言うと、そうではない、まあ、芸人さんもいらっしゃるんだけど、あの芸人さんに限らず、あの、ね、俳優さん、女優さん、タレントさんが亡くなると、びっくりするよね。うん。でもまあ、その知ってる女優さんの、 俳優さんの配偶者の方があなんていうんだろう映画監督だったりとかをしている方だとちょっとな顔なじみが少ないというか、うん、顔なじみが少ないあの <laughs> やっぱあんまり知られてないというかまあ私がね知らないだけかもしれないんだけど <laughs>、うん、面白いっすよね 面白いというかうんなんだろうね結構知っている人が亡くなって悲しいんだけどじゃあそれが年末っていうかね次の年になってあの去年まるさんが亡くなりましたねとかって言われてて あ、そうだっけっていうふうに、次の年になってしまったりとか、半年後に、あ、そういえばっていうふうになってさ、<laughs> そんな感じになっちゃうよね。うんまあ、本当に次々といろんなことがあったりとかするから、まあ忘れてしまっている部分があったりとかするんだけど、うん。どうでしょうかね、皆さん。はい。 悲しいよね。悲しっちゃ悲しいんだよ。うん。はい、以上です。それでは皆さん、さよなら。